函館市街地の方に到着して、あそこに見えてるねホテル北角クラブ函館、あそこがですねまたまた本日の宿でございますので、この辺にね降ろしてもらえてよかったんですけども、ちょっとね買いたいものがあるんでね、一旦その買い物してからねまたホテルの方に行きたいと思います。いや前回来た時はね雪降ってましたからね、今日は暑いね函館。積もってたんですよね。なので函館はとてもね雪を降ってるイメージだったんですけども、今日はねもう打って変わってね、あー暑いなって感じですね。やっぱもう東京よりもなんか暑い感じがするんだよな。なので全然ね景色が違う函館にね来れてよかったですね。まあねそろそろインバウンドの方もねたくさんで函館にいらっしゃると思いますので、そうなってくるとね私もなかなかね動きにくくなってしまうところもありますので、まあ今日はね来れてね本当に良かったですね。ホテル北角クラブ小林さんの方にね今からチェックインしたいと思います。またこんなのあるのかな、曲がるな、同じだな、前と同じ部屋かもしれないです。これかもしれないな、この部屋。まあ、でも相変わらずクオリティは高いな、すごく。今ね、お部屋の方に到着いたしました。多分、前回と同じ部屋のような気がします。相変わらずクオリティは高いお部屋なんじゃないかなと思います。これでね、4,400円ぐらいだったと思いますね。楽天トラベル系だったんですけども。安いと思います。これでもな、来年とかな、あとインバウンドのね、こう、入国制限とかなくなったらどうなんだろうね。2019年とか、銀座のアパホテル、2万とかしてましたからね。函館も値段上がりそうだよね。っていうのがね、ちょっとね、国内、まあ来年の今ちょっと計画どうしようかなと思ってるんですけども、そこね、すごい心配なんですよね。一応もう海外ばかりじゃなくて、国内もまたね、美味しいご飯たくさんね日本ってありますんで、僕もねいろいろまた行きたいんですけども、宿代がね怖い。はい、それとお部屋の感じはこんな感じになっております。これいい部屋だよね、本当に。これ4000台だもんな。はい、そして時間がですね今、ちょうど何時だ、タクシーで来たってもあるんで、ちょっとね5時前ぐらいなんですね、夕方の5時前ぐらいでございます。ちょっと疲れたんで、まあ、1、2時間休憩して、まあまた7時ぐらいからね函館の夜の街散策したいと思います。まあ、ただ明日の飛行機がね、まあ、10時ちょっと前の飛行機なので、そんなにねゆっくりできるわけではないので、今日はね軽くささっと済ませて、ささっと宿に戻ってきてすぐにね寝たいと思います。ちょっとね休憩してきましたので、今夜の街を歩いております。いつもだったらね DJ のポケットを使ってるんですけども、今日はね GoPro 11がどのくらい夜間で使えるかどうかっていうのも試してみたかったので、GoPro をね使っております。まあ、パッと見やっぱなちょっとノイズは走ってますよね。今日はねどんな感じの飲み屋にしようかね少し悩んでおります。なんだろうな、土曜日の夜にしてはちょっと少ないのかな。割とね函館のこの五稜郭方面でいうところが、まあ、中心地帯なんですけども、あんまり人いないですね。僕は今年冬場かな来た時もあんまり人いないなと思ってたんですけど、今日もですね特に規制が入ってるわけではないんですけども、あまり人出がないのかなって感じがしますね。であとね今気温が20度ぐらいまで落ちてるんですけど、昼とか、まあ、夕方ぐらいまではねすごく暑いなって感じだったんですけど、今ね結構寒くなってきました。やばいね、パーカーとかで一枚引っ掛けられるものがあった方がいいんじゃないかなと思います。前回もこちらの方で飲んだんで、ちょっとぐるっと一周見てみましょうかね。じゃああれなんだよな、なんかあっち系のお店とかも結構ある方面なのであれなんですけども、まあ居酒屋さんもねなんか前回来た時そこそこ多いなと思ったので、一旦ねこっちぐるっと回ってみたいと思います。
ちょっとね、逆サイドの方ちょっと行ってみます。でも今日はそうだ、もう飛行機3回乗っててもヘトヘトなんで、軽くサクッと済ませればいいですよ今日はね。こういうところでもいい、これも空いてるかな。まず飲み物なんですけど、グラスの焼酎で黒霧の水割りもらって、黒霧しで、あと食べ物なんですけど、なんかこれ食べとけみたいなのがあったらちょっと行きたいんですけど、うん、今日はこれ行っといてみたいなあれば、ありすぎてね、どれ食べるか話してね、いっぱい食べる感じですね、少しずつなんかたくさん少しずつたくさん食べたいな。なるほど。次に、鹿島のいい子が、パブロフ・カベタさん。なるほど。じゃあ、それは行きましょう。次はい。ここに、ね、ムカ3倍っていうさっきから気になったんですけど。ムカ3倍、ムカ3倍、ムカ漬けの3倍焼き。へぇー。じゃあ、これも。ムカ3倍。はい。失礼します、席リトリウムです。ありがとうございました。釧路さんのぬかさんま焼きというのは、いやもう匂いが美味しい。礼拝は、ありがとうございます。6番さんいきます。いや、すごいっすね。黒霧の水割りと、はい、あと、ジャガバタル。ジャガバタル。お願いします。はい。こちらの2階酒場さんっていうんですかね、非常に美味しかったです。いやしかしね、もうお腹いっぱいですね。いや今日もねよく食べました。はい、で北海道来たら絶対に寄らなくてはいけない、セイコーマート寄らないといけないので、セイコーマート寄ってからね、
部屋に戻りたいと思います。ゲクラウズはすごくね、いいホテルなんですけども、ね、唯一の、ね、不満点がね、すぐにね、セイコーマートがないことなんですよね。結局なんか駅一個分歩いちゃってますね。いや疲れた疲れた。来たよセイコーマート。今日もいつものものかどうか買いましょうかね。はい、本日もセイコーマートでお買い物させていただきました。いやもうね、セイコーマート来ると買いすぎちゃうよね、ほんとね。ただいまね、宿の方に戻ってきました。こちらですね、いつも通り水でございます。飲むヨーグルトでございます。朝起きた時に飲みたいラテです。はい、このコーヒードラ焼きっていうんですかね、これもね、いい中買っちゃいましたね。もう見てたら絶対これうまいだろうと思っちゃったんで買っちゃいました。もなかでございます。これはもう絶対に食べられた。この袋なんですけども、セコマって袋お金取らないんですよね、確か。うん、レシート見ても取られてる形跡ないので、そういうとこもね、セイコーマート素晴らしいと思います。相変わらず匂いがもう素晴らしい。うん、うまい。